今日はですね、ちょっとぶっ込んだ話というか、はい、占い業界ってどうなってるのみたいなところでね、私は全然占いできないんですけど、占い、まあ、いろんな占い受けてきたりとかで、まあ、素朴な疑問とかあるんで、そのあたりをちょっと率直に聞いていきたいと思います。イエーイ。ですね、まずいきなりなんですけど、はい、いろんな占い師さん見てきていらっしゃると思うんですけどね、お二人とも、いい占い師もいれば、まあ大丈夫っていう占い師さんもいたりするのかなっていうので。そうですね、占い師さんってやっぱり占いが好きで占い師になってる人が多いと思うんですけども、うん、でもやっぱり人間としてね、こう占う側の人間なのか、うん、占われる側の人間なのかっていうのが線があると思うんですよね。だからいい占い師さんっていうのは基本的には明らかに占う側の人間ですっていうのをオーラがある人っていう、そういう感じが持ってるんですよ。あ、はい、確かに、はい、玉木先生そうですよね。そうです、ありがとうございます。うちの洗いがすごいカリスマ性がある。ありがとうございます。なるほど。そのなんかこう見分ける方、見分け方、まあその占いの館、占いのお店を経営している立場としての見分け方と、あと一般の人がなんか参考にできる見分け方とか、そのあたりちょっと、その人が見分け、まあ私としてはなんかその方が持ってるエネルギーみたいな総量がどれぐらいあるかっていうのをこうちょっと観察するイメージなんですけどもね、うんうんうん、はい、その持ってるエネルギーの量が多いとやっぱり引き出しも多いし、やっぱり明らかに占う側の人なのかなっていう気がするんですよね。なるほど、はい、エネルギー量、エネルギー量ですよね、やっぱりこう。エネルギー強そうですもんね。それ一般の人は見分けれないですよね。あ、なんかこの人持ってるかなみたいなのってやっぱり一般の人も分かると思うんですよね。それがその、まあ、いわゆるオーラ的なものっていうんですかね、こう見た感じのこうおおみたいな、そういうので大事、押し出しというか、あ、なるほど、あ、なんかそういうのって結構意外に大事だったりするんですよね。やっぱりこう自信持ってる人って見た感じ違うと思うんですよ。なるほど。なんか自信がなくて探り探りやってる人ってやっぱりそんなの強いもの感じないので、はい、そこはなんか見て取れるんじゃないかなと思うんですよね。なるほど。なんかこうエネルギー的なものってこうパッと見て分かる。あ、なんか分かるもんですよ。なんかこうシュッとしてる人とか、なんかちょっとよどんでるとか、なんか感覚的に意外に分かるもんだと思うんですよね。まあ、ちょっと偉そうに言ってます。いやいやいや。面接の時に、面接とかお会いした時に、はい、なんかシュッとしてる人って結構いいんですよね、やっぱり。なるほど。そういうのが、はい、なるほど。ちょっと言葉にしにくい部分なんですけど、ね、まあまあまあ、はい、でなんとなく玉木先生もそういうのって感じますか。そういうのが相性になって出てくるのかもしれないんですけど、はあはあ、温度というか波動というか、喋ってて心地いい人とかありますよね、なんか。ああ、確かに確かに確かに。なんかこう気使う人っていますもんね。ことを言われてもなんかスッて入る人と、なんかこう弾いてしまう感じになる人と分かれると思うんですよね。オーナー的にこう、はい、いい占い師、大丈夫かお前っていう占い師がある中で、占い業界って資格とかないじゃないですか。あ、ないですね。だからこう、うん、やろうもたぶんやれちゃうっていうか、まあまあそうですね、うん、はい、でそういう中でこう自分占い師やってんのみたいな人が仮にいるとしたら、はい、大体どれぐらいの割合なんかなっていう世の中的に占い師ですって言ってる人の中でどれぐらいの比率でっていう話ですか。そうです、さっき言ってたこうエネルギー的に大丈夫か的な人って、あ、世の中の占い師は分かんないですけどね。それ大丈夫かな。言っちゃうみたいな。まずいですかね。感覚的な割合でいいですか。あ、じゃあそれぞれ聞いてみましょうか。僕の感覚的な割合は 10% から 15% ぐらいだと思います。がいい占い師、おお、感覚的には少ない。私ももうちょっと少ないかな。私のことはさっておいてですよ。あ、もういやいやいや、おいて、いや、もちろんいろんなところでいろんな先生目指していただいて。ああ、そうですか。なんかその平均値取った時にね、
マナスタシアはそういうわけじゃないですけどね、もちろん、うん、あ、はい、なるほど、そういう基準でそもそも選ばれた人たちの集まりなんで、はい、すごい。何人ぐらいの方が面接って来られるんですか、占い師になりたいって志望で。定期的にやっぱり来られますよね、まあ、多い時少ない時っていうのは当然あるんですけども、はい、採用率っていうのは。採用率はそうですね、結構低いと思いますね。あ、そうなんや。っていうかその昔オープン、まあ、ちょうど2年ぐらい今日経つんですけども、最初の頃はやっぱりこちらに来てくれる人自体が少なかったので、まあ、ある程度こうお店としてこうやっていくためにはやっぱりこう先生もこうその必要なんですよね。ですので徐々にこう月日が経つにつれてだんだんその基準を上げていくイメージで今やってるんで。じゃあ今はよりすぐりの先生、今は、うん、結構いいと思います。ああ、すごい。もうある意味ちょっとエリート集団で。ああ、すごいすごい。はい、まあまあまあ、田脇さんも貸しね、まあ、田脇さんもこうあれですけども、まあ、もちろんね、キーマンなんで。なるほど。あのちょっと質問、一般の方の質問で多いことをちょっと聞いてみようかなっていうので、霊感とか、はい、霊視、霊気、いろいろあるんですけど、うん、はい、なんとなく分かんないまま過ごそうっていう感じで、うんうん、まあ、霊感の占いさんのところに行っちゃうみたいな傾向がありますよね。あると思うんですけど、はい、その占いの能力スキル的なところと、はい、そういう世界の能力的なところかぶってる部分があれば違うんだよっていうところがあると思うんですけど、はい、そのあたりってちょっと分かりやすくね、私たちに教えてもらえたらなって。大体の先生はでも歌ってるか歌ってないかだと思うんですね。例えば霊感とセットになる占い方としてはやっぱタロットとかね、そういう、 こう無意識の世界のメッセージをこう引き出すっていうのが、まあ、セットになることが多いと思うんですけども、霊感と歌っているいないに関わらず、結局その形のないものから何かこうメッセージなりキーワードなりをこう抽出するっていうことだと思うので、霊感という能力を歌っている歌ってないに関わらず、やっぱりこう求められるものはやっぱりただ単にカードを見てその本に書いてある意味を言うっていう以外のなんかこう感覚というかインスピレーションというか、そういうものをそもそも歌っている歌ってないに関わらず、なるほど、もうその必要としているので、なるほど、うん、なんかそれ歌を歌わないってあんまり重要じゃないと思うんですね、正直言うと。ただ歌った方が霊感イコール当たる的なね、あー、こう、はーはー、お客さんの先入観があるので。あ、ありますあります、うん、でも実際はやってる作業はあんまり変わんないと思うんですよね、うん、そうなんですね、はい、あ、それはちょっと知らなかったですね。じゃあその霊感っていう、その霊感って呼び方なのか、こうインスピレーションって呼び方なのかにかかわらず、うん、みんなこうちゃんと技術を磨いてる占いさんっていうのは、はい、そういうのを使ってやってるんだよ。そうですよね。その先生によってどこからメッセージを受け取ってるのかっていうのが重要だと思うんですね。例えばその僕だけ2つに分けてるんですけど、はい、こう神様とか守護してる方にお聞きするみたいな、そういう系の人と、宇宙の工事の存在と、まあ、いわゆるハイヤーセルみたいなところとつながって、つながり先はちょっと分かれると思うんですけども、まあ、質問によっても違うんですよね、つながるところって。あ、そうなんですか。へえ。そういう一人一国にそういう能力があるないみたいな話では多分ないと思うんですよ、ね。なるほど。じゃあ結構安易に歌われすぎてる感じ。そうですね。そういう能力をアピールしてないと全然こうただ暗記してることを言うだけですみたいなね、こう話になってしまってるんで。なるほど。そこをちょっとお客様の意識をちょっと変えていきたいなっていうのは。ああ、なるほど。そこに対する理解ってまあ難しいですよね。私、まあ、こういう仕事してるので、たくさんの占いさんにこう占ってもらったりとかね、するんですけど、占い私当たると思うんですよ。当たってるなってすごいなって思うんですけど、なんかこうなんでそれが当たるのかの理屈っていうか、そういうのってあるんですか。当たるのか、玉木先生答えてもらおうだろう。
ことなんかなって思いつつも、やっぱ木なんであんなたるんやろうっていう。あ、うん、まずあの占いってその生年月日を聞きして、はい、あの暦で見たりとか、はい、あの星で見たりとかね、そういう要は統計学的なものっていうのは、うん、すごい歴史がある占い方なんで、やっぱりそのサンプル数も多いですし、まあ、そんな大外れしない占いだと思うんですよね、はいはい、だからそこはまず一つと、あとは、ね、タロットとかそっち系で当たるっていうのはなぜあんまり悪いことは当たったらダメなんですよね。ああ、なるほど。だからまあその結果によってどうしていくかっていうところをまあ解いていくんですけど、当たるのはやっぱり先生ですよね。ああ、なるほど。なるほど、やっぱスキルが上がれば当たる。その人も本当に相性、お客さんとの相性があるかもしれないですね。あ、なるほど。お客さんとの相性って深いですね。なんか入ってこないお客さんって多分いらっしゃるみたいなんですね。なんかこう情報、なんかその感覚的にインスピレーションがちょっと入ってこないっていう方っていうんですか。あ、でもそれはある程度ね、平均的にいいものをこうアウトプットしていかないといけないと思うんですけど、うん、はいはい、あ、なるほど。なんか取れちゃう、聞きたいことあるそんなことってあるんですか。あるんですか、そんなこと。すごいぶっ込むね。いや、なんかこうあります。あ、それちょっと聞きたいですね。あの逆にいいかも、うん、出てこない時こそハイヤセルフに聞くとか。あっていうこと、私は、まあ、あまりそれ言わない、歌ってないんですけども、その時こそなんか頼ってしまいますね。なるほど。そう、普段の、まあ、自分の許容範囲を超えた時はこうそういう力を借りるみたいな、ですか。タロットやってても、先生タロット見てませんよねとかよく私言われるので。ああそういうこともやっぱ、でも、うん、あの答えが出てない、出てないことは多々あります。あ、そういう時はこうどういうふうにご説明を。あ、しますよ、しますけども、間がやっぱり空くので。ああ、ここはもう相手を本当に凝視して何かちょっと答えを必死で求めますねなるほど。すごい正直、質問したりもしますけど、正直っていうか、ある種本当のプロですよね。聞かれてることに対して何も答えを返してないっていうことはありえないので。あ、それはないですね。やっぱりね、どういう形であれね、やっぱり質問には答えないと思って、